からはゲストのお二人に台湾夜市マスターの称号をかけクイズバトルをしていただきます。ルールは簡単。出題するクイズの正解数が多い方が優勝。さあお二人とも頑張ってください。それでは第1問、まずこちらをご覧ください。こちらの中国語の発音を教えてください。分かった人からボタンを押してください。はい、なるほどね。いきます。はい、準備はいいですか。3、2、1。あ、ちょっと早かったかな。今のちょっとジャッジ大丈夫。あ、あの今のジャッジだよ。ケビンどうですか。オッケー。あ、オッケー。面白い。優しい、美女に優しい。はい、マリコさん答えを教えてください。コンビンが、もうちょっと正確な、あーやばい、ミスった。はい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 、トミさん、チョンヨーピン、チョンヨーピン。もう一度大きな声で言ってください。チョンヨーピン。あの、じゃあ台湾の方に聞いてみましょうね。台湾のケビン、どうですか。チョンヨーピンです。ビバーイ。あ、間違えた。嘘だわ、嘘だわ。マジか。ビボです。怖い、人が信じられない。続きましての問題、台湾夜市の食べ物を10秒以内で5つ答えてください。3、2、1。あー、これどっちどっち。なんかもうさゆりに聞くよりケビンに聞いたら早いかもしれない。これどっちどっちこれ。これはふみさんの方が若干早かったと思うんですが。ありがとうございます。いやいや、個人的な感情じゃないですよ。あの、やっぱり速さというか、はい、では10秒以内私が数えます。カウントしてください。用意、スタート。十、鸡排、珍珠奶茶、糖葫芦、七、葱油、六、ピンポンです。続きましての問題です。台湾の夜市、10秒以内に5つ答えてください。台湾夜市の名前です。あ、自信満々な顔ですね、マリコさん。段階段階。ふみさん焦ってますね。それでは早めに始めましょうか。待て。それでは始めましょう。いきます。3、2、1。やった、マリカさん。いいですね。 いいですか。いきますよ、はい、よーい、ドン。5、10、9、8、7。おめでとうございます。いやー、すげーな。びっくりですね。さて、続きました写真を紹介します。こちらです。こちらの食べ物はどの夜市にありますか。今どこ。10秒以内に答えてください。ちょっと待って。それで、あの、コンプラ的には質問もなしです。コンプラ質問もなしですね。あ、え、これ、はい、何か問題ありますか。いや、問題だらけだよ。問題しかない。てか、問題だよ。こちらの食べ物は何でしょう。名前を答えてください。これは俺もうすごい迷って、今ボケるべきなのかちゃんと答えるべきなのか。いや、あの、本気でお願いしますよ。答えこれ、これはオッケー、かかってこいや。いいよ、いきますよ。いいよ。3、2、1。あ、ごめん、肉。ちょっと、いや、どっちが早かったかまだ私言ってないですけど。今の明らかに明らか押して、こうなったじゃん今。あー、じゃあしょうがないので、ふみさん、これはもうガチでいきますね。はい、ロスマ、是不是肉吗。あの、この食べ物の名前です。これ食べ物なんです。不是我在影片上有很多人在吃了。影片里面吗。夜市でも皆さん食べますよ。これ日本語でちょっと言うのそれ申し訳ないんで、中国語なんですけど。恥ずかしいからって中国語で言ってますけど。台湾の方見てますよ。じゃあどうぞ。これ答え何かじゃん、はい、これ何。マリコさんどう思います。これ名前です。食べ物の名前をお願いします。食べ物の名前でしょ。うん、じゃあいや、そうだよな。ほらどっち正解。待って、分かった。待って、もう答え言ったやんか。違う、名前ですね。食べ物、やばい、笑って涙が出てきちゃったぞ。どうしよう、恥ずかしすぎて涙が出てきちゃいました。ちょっと言わせちゃダメです。もうふみさん、じゃあリベンジ。あ、言います。あ、どうぞ。言っちゃう。あ、じゃあ、はい、中国語でお願いします。ローパン。
さあ、待って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 、ここガチの答え言う流れじゃん。そう、え、言いたかった、言ったよ。え、答えそれ嘘。え、違うでしょ。え、嘘。ヒント言ってもいいですか、うん、漢字3文字です。あ、いいっすか。え、むずい、あ、ガチ。え、オケルンズ吠えたのか。この食べ物の名前ですよ。そうや、そうや、はい、うん、はい、どうぞ。チータンカオ。すま、え、チータンカオバ。惜しい、惜しい、多分。え、嘘。あ、多分、サオイガチ。サオイがチー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 タンチーチータンタンチータンタンタンチータンタンチー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 タンこれはちょっと難しすぎるな、うん、私たちピュアだね。ピュアね、うん、そう。でもサユリンちょっとやっぱ邪悪だよね、うん、いや本当にわからない。わかんない、本当にわかんない。こちら皆さん食べたことあるかと思いますが、こちらの名前がパーデオシャオと言います。パーデオ、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 シャオです。あ、皆さん見たことありますか。きっと食べたこともあるんじゃないかと思いますが。ないです。ないですか。ない。ということで今日はご用意しました。やば。いやこれはもう視聴者さん、これあれよね、これサユリンが食べてるの見たいよね。わかるよ、わかるよ。ねっとりね、ねっとりね。食べたことないということで本日ご用意しました。いやー、俺はもう本当に甘いのダメなのよ、チーマイと言ったけど、うん、一緒、マリコちゃんも、うん、甘いのはちょっとね、エナジーだよね。いや、これそんなに甘くないと思いますよ、うん、いや、なんか、うん、お二人のために用意して、なんかこれ、なんかちょっと、ちょっと臭くね、なんか。あ、じゃあ食べ方私がレクチャーしましょうか。お願いします、お願いします、お願いします。それを待っていました。サユリンのレクチャー来たー。いいね。それではこちらの食べ物、タディアオシャオですけども、こちらはまずはじめはシリンヨイチですか。シリンヨイチ、シリン夜市で売られたことから始まりで、そこで話題になり、その後にいろんな夜市で売り始めたという結構有名な食べ物なんですよ。うん、なるほど。これはね、結構大きいんですけど、どっちかというか結構こういう風に見た目はチョコレートみたいになってるんですけど、後ろはあのダーティアシャオ焼きという感じなので、うん、焼いてあるお菓子になります。そしてこうやって、あ、こうやってじゃないですけどこうやってじゃないですね、あの皆さんこれをこう食べながら夜市を楽しむということで有名な食べ物です。似合ってる、似合ってる。いや似合うとか何もないじゃないですか。でも可愛い、可愛く見えてきた。まあサユリさんがそう思ってるから、ね、うん、から、うん、いや俺が持ったら案件だよ。俺が持ったらさ、もうその捕まるって感じです。あ、でも私食べたことないですね。じゃあ食べてみていいんですか、ふみさんとまりかさん、ゲストの前に食べていいんですか。いや、僕はもう全然大丈夫です。今日は皆さんのために、今日は皆さんのためにね、さゆりんに食べてもらいます、ね、ああ、じゃあ食べ残しはふみさんに食べてもらいましょう。はい、それではいただきます。うん、なんかちょっと酸っぱい。あ、種何味ですかね。なんかポンリー、そうな味がします。あ、ポンリー、そう、カスタードじゃないんだ、ね、なんかカスタードかもしれない。なのでこの外側のチョコレートが多分柑橘系ですか、はいはい、あ、なるほど。そう、爽やかで美味しいです。あ、なんかレモン、うん、レモンか、レモン、なんかリモン、うん、リモンタンかある、チャークリーだ。それにしてもすごいですねこれ、うん、血管こうなってます、はい、でも思ったらすごい。あの、たい焼きもそうですけど、上から食べるか下から食べるか、ね、下からここは下から行ってほしいな、下から舐めてほしいな、チョコレート。あ、ちょっと待って、今あのスタッフがサイズどうか聞いてて指示が出たんですけど、どういう、ちなみにふみさんこれどうですか、このサイズ。いや、そうね、まあ俺のよりちっちゃいかな、俺のがやっぱもうちょっと長いから。あの、たい焼きとかでもそうですけど、頭から食べるか、あのお尻の方から食べるかって結構分かりますよね。分かりますよ。さ、何サユリンが飲んだ人の好きなあれが分かるわ。何それさっき上から食べたので、これ下もしかしたらここに何か入ってるかもしれないので、ちょっと食べてみます。あ、痛い、これ痛いよ。痛いな、これ痛いな。
もっと優しく、うん、チョコレートが入ってる。あ、チョコレート入ってる。うん、ほんとだ、チョコレート入ってるんだ。おいしい。入ってましたね。じゃあ、もう一回先ほどなんか食べてもらえる。いやいやいや、あのまだ食べたことないということなので、ぜひ食べてみてください。続きまして VTR ご覧ください。ヒントは、はい、ハサミ。あー、あん、もうわかるさ。ジャック・ザ・リッパー。いや、わからない、わからない。何々カタカナ。人を殺す方ですか。人を殺す職業の。あ、人ではないんですよね。人ではない。人ではない。じゃあなんだ、ハサミで。ハサミで、もうあれしかないよ。殺すんやで。殺さないよ。え、ハサミで殺さないってなんだ。あ、ハサミで殺すね。え、もうわからなくなった。殺さないの。え、ハサミ、ハサミ、もう答えてくっていい。いいよ。絶対美容師でしょ。美容師。あ、あ、髪の毛かっこいいですもんね。そうそうそう、髪型綺麗ですし、うん、なんかなんかここも綺麗に。美容師、美容師一応。これね、ちょっと当てにしちゃおうかな、うん、ハサミで何を切るかをじゃあヒント開けますね。髪じゃない。多分もう、多分もう答え分かる。2羽の足。はい、俺答え言っちゃっていい。あ、どうぞ。言っちゃっていい。はい、ごめんね、酔いちましたなんで。はい、チーパイでならオーバー。違うな。違うのけど2羽の足でしょ。はい、切る動物は合ってます。え、嘘。あ、どうぞ、マリコさん、マリコさん。バイキンマン、バイキンマン。日本足。はい、日本足ですよ。あ、そうか、取りじゃないのか。取りじゃない可能性も。あの、あれです。日本足。あ、ごめんなさいね。あの、アヒル。一緒かな。はぁ。取りじゃない。取りじゃない。ね、もう考えた。あ、分かった、負けたくない。もう、ちょっとごめん、当てに行っちゃいます。すいません、当てさせてください。浸水地、ラオバン。あ、マジ。あ、そういうことか。うろうべ、分かった。ありがとう。マリコ、ありがとう。ヒントあげてましたね。うろうべ、分かった。浸水地、ラ、どうや、どうや。あ、多分、全然。全だ。最初、チーパイで、そうか。正解です。では正解のビデオをご覧いただきます。こちらです。ハサミ、2羽の足、洗面器。誰かこの男性の仕事が何か分かりますか。答えは浅水寺を売っていらっしゃいます。鶏肉切るのにはどんなスキルがいるの。特にスキルはいらないよ。ただ2つの骨と1つ細い骨があるだけだよ。大切なのはクールでかっこよくかな。陳さんが使う鶏肉は最高品質の青ムージーではないですが、種類豊富な野菜や果物が添えられ、さらに一口食べたら食べたものをやみつきにさせる漢方による調味香を使っています。ここに買いに来てどれくらいですか。10年以上です。鶏肉が柔らかくてとても美味しいです。鶏肉の旨味も出ていてとても美味しいです。鶏肉の大きさもちょうどいいですね。ここで10年以上やってきた陳さん、今まで切ってきた鶏の数は数千羽超え。注目すべきは味、栄養以外にその一流な速度。お弟子さんが勝ちましたが、それも陳さん現在指導の立場にあり、そのおかげで優れたお弟子さんがいらっしゃるわけですね。陳さん再び同じ訓練をすると言っていましたが、それはなんと目隠ししたまま鶏肉を切る。問題です。達人陳さんは目隠しをして切るのにどれくらいかかったでしょうか。浅水寺、おめでとうございます。それでは、はい、さっきの目隠しして切るやつ、うん、これ何分何秒でしょうか。答えてください。3、2、1。これどうなんだろうね。うん、多分普通にあの近い方が勝ちです。あ、近い方が勝ちなんですね。はい、じゃあ勝ち取りに。え、秒ですか。分ですか。何分ですか。あ、ヒントもない。それはどうかな。あ、なるほど、それは分かんないのか。うん、目を隠すか。1分15秒とか。1分15秒、うん、ふみさんは1分15 1分14。なんか向かってこのなんか果たして予想が正解に近いのは一体誰。マリコさんです。なんで、え、嘘。答えはこちらです。浅水寺の達人陳さん、目隠し鶏肉切りはどれくらいの時間を要したでしょうか。
目隠しをして鶏肉を切ると明らかに慎重になります。それでも陳さんとても流暢な手さばき、他の食べ物を食べるわけにはいきませんね。2分半もかからずに切り終えた陳さん、とてもすごかったです。ダホア夜市に来た際は陳さんのパフォーマンスを、じゃなくて支援主意地をよろしくお願いします。ということで答えが近いマリコさんが勝ちです。えー、よかった。なんか、ね、よかった、っ安心しました。なんかさ、マイク減ってないこれ。毎回減らされてます。失礼しました、失礼しました。クイズの問題は以上になります。勝ちるでー。